かない方も本当に少数でいるし、ほぼ弾けない方の方が多いだろうな。初心者のうちにギターを弾く経験が少ないうちに固めとくっていうのが最速の方法ですから。はい、こんにちは、秀典ミュージックスクール校長秀典です。のりーす。将棋に観る将や指し将、鉄道に撮り鉄、乗り鉄がいるように、このチャンネルを頻繁に見ている方にもギター弾かない方やほぼ弾けない方はいるのでしょうか。コメントなど見ているとイメージ的にはなかなかの猛者が見ている印象です。私はほぼ弾けない系ですが、ギター弾かない方いますよね、このチャンネルね。幸いなことに私の話が面白いと、ニコちゃんも500人ぐらい集まってくれてますから、トーク的には面白くてギター関係ないけど話が面白くて見てるみたいな人もちょこちょこ現れます。コメントなど見てるとイメージ的にはなかなかの猛者が来ている印象です。これどこの業界でもそうやけど と思うんですけど、やっぱね、ある程度自信がある人はコメントしますよね。ゲームとかでもそうなんですよ。オンラインゲームとか強い人ってよく喋るんですよ。で、弱い人って喋るんですよ。そんな身分の差とかないのにさ、なんか遠慮しちゃうんですよね。私ちょっと弱いからあんまりこう発言しない方がいいかなと。強い人は俺強いし、俺の意見ちょっと通してもらっていいですかみたいな感じで、もう本当に目に見えて分かるんですよ。僕はオンラインゲーム大好きなんで。みんなそうじゃない、自分の自信のあるとこって発言できるでしょ。自信のないとこって、これって当たり前、みんな当たり前、これ俺分からんことなんやけど、これ言ったらなんか笑われるかな、ちょっと黙っとこうかなってこうならへん。で、僕のやってるレッスンがどちらかというと弾けない系の人に来てほしいので、来てほしいっていう言い方もちょっとあれなんですよね。じゃあ弾ける人は来てほしくないんかって、そんなわけではなくて、来てほしいんですけど、やってることがやっぱり根本とかっていう話じゃないですか。根本を鍛えて、こっから一生ギターうまく楽しく弾きましょうよっていうスタンスでやってるんですよね。ということは、やっぱり僕のチャンネル見てる人は弾けない人の方が僕は多いと思ってます。そしてよく考えてくださいね。120人いるじゃないですか。コメントしてる人10人もいないと思うんですよ、僕今。実際これコメントを見てると、カロー君もギター弾いてないの、話おもりから見に来てるんや。回答としては、弾かない方も本当に少数でいるし、ほぼ弾けない方の方が多いだろうなと僕の感覚では思いますね。猛者な人はそこまでいないかな。でもよく見て、僕一応ギター教育チャンネルというか、ギター教えるチャンネルなわけですよ。秀典ミュージックスクールのチャンネルっていう。めちゃめちゃ上手い人は多分来ないよね。だって弾けるんだもんコメントしてる人でもめちゃくちゃ上手いなっていう人も多分いないだろうし、そういうとこはあんまり気にしなくてもいいんじゃないかな。なんなら僕、初心者とかに今日始めましたみたいな人でも全然コメントしてほしいし、弦ってどうやって張るんですかみたいな、まあ最悪でもそんなんでもいいからね、何か話すことはあるだろうし、弦どうやって張ったらいいんですかはもしかしたらそういう本があるからそれ見た方が多分早いでって言うかもしれんけど、でもそんなコメントすんなよとはならないですよ。コメントしてくれるだけで嬉しいんで、みんなね、放送やってみたら分かると思う。どんなコメントでもしてくれたらしてくれただけ嬉しいよ、もう本当に。ねとかやったらムカつくけどね、ねとかクソとかやったらはぁってなるけど、何でも書いてくれるだけで嬉しいよ。学校の先生とかでもそうなんじゃないの、あれ誰か分かる人って言って、まだ誰も手挙げるわってなってると思う、多分。ちょっとの、はいはいはいって言われたら、いいねってこうなってると思うんだよね。何でもかんでもコメントしてくれたら助かります。そんな全然気にせずに、そうそう、コメントあるとね、読んだらネタになるんで話しやすいですよね。あ、復活しようと思ってるっていう人もいますよね。結構単発でいますよ。そうそう、20年弾いてないっていう人、若い頃ほんと中学校高校でやってて、もうそっから一切弾いてなくて、今50歳なんですけど、もう30年ぐらい弾いてなくてみたいな人めっちゃ来ます。本当にそういう人うちに来てくれてよかったなと思います。ほぼ初心者じゃないですか、そういう人って。ほぼ初心者なんで、初心者のうちにギターを弾く経験が少ないうちに固めとくっていうのが最速の方法ですから、もう本当にそういう人は来てくれてありがとうございますっていう感じです、こっちとしては。根本パッケージとても興味あります。購入するべき人の基準や、購入して練習することでどんな効果があるとか言える範囲で教えてほしいです。購入するべき人の基準その1、周りにギターやってる人がいて、明らかに自分の方が歴長いのに明らかに周りの方が上手い、これは完全に根本が足りてない典型パターンなので、まあこれは分かりやすい。ギターソロなんか弾いてる時によく言いますね、みんなね、早かろうが遅かろうが指が分離しないんですと。え、遅くてもしないんですよ。はい、この人もそうです。早いピッキングができないんです。早いカッティングとかね、今言ったら2と3っていうのはコントロールなんだよっていうのが分かりますか。全部コントロールするっていうところに尽きるんですよ。遅くやんのも早くやんのも早くコントロールしたらいいんですよ。よし早くやろうって、それが根本が足りてないと早い動きっていうのは即座にできなかったりするんですよ。4つ目を言うなら、私生活で不器用やねとか、ちょっとしたことがなんかうまくいくことできない、なんかいるでしょ、何でもかんでもうまいことなんとなくそつなくやっちゃうやついるでしょ。俺が鶴1
個追ってる間あいつ5個ぐらい追ってる、しかも綺麗みたいな。日常生活での何かしらふとしたことの動きだったり器用さだったりっていうのがちょっと遅かったり劣ってる気がするみたいな人も、これ4番目、これも条件としておきます。はい、というお話でした。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。コメント全部僕いいね押してるんでよろしくお願いします。ではでは。